奈良県新幹線電車です。この新幹線は東京から新大阪間をおよそ2時間半で結んでいます。皆様、大変長らくお待たせいたしました。改めまして、本日は交通科学博物館にお越しいただきまして誠にありがとうございます。交通科学博物館は今から52年前の昭和37年に大阪環状線開通記念事業として交通科学館という名称で開館いたしました。以来、実物車両をはじめとする数多くの資料を次世代に継承していく使命を果たしつつ、来館者の皆様に乗り物の魅力を届けるために尽力してまいりましたが、本日をもちまして52年間の歴史に幕を下ろすこととなりました。